日本ソーダ株式会社は、東京都千代田区に本社がある日本の化学会社。略称は、日総。かつては非層コンセルンの中核企業であった。農業化学品、医薬中間体、電子材料等の高付加価値有機、無機化学製品及び各種工業薬品等の製造、販売を行う。2020年3月31日現在の子会社数は38社。 関連会社数は8社である。重化学工業から発達した昭和の新興財閥の一つに数えられた。1940年には参加企業が42社まで増え、非創コンェルンと呼ばれた。その後、第二次世界大戦後 GHQ の指定する15社に数えられ、財閥解体された。日本ソーダの JR 貨物コンテナ右上に描かれている図柄が車掌である。 日本相談の車掌は、雪像の雪うさぎを6つの頂点を持つ勘で囲んだもので、古くからの重工業企業としては、同心のあるデザインである。雪の結晶は六角であり、それぞれ誠実、勤勉、創意工夫、協調、奉仕、感謝を意味しているという記述もあるが、後年付け加えられたものだと思われる。元は1920年の創業初期。 日本技工場で製品につけるマークも議題に含めた会議中、会議室に白いのうさぎが突然飛び込んできて、また駆け去るというハプニングがあったことから、これに絡めて考案されたものと伝えられる。さらに、白いうさぎのイメージを創業当初の主力製品であった火星ソーダ、サラシコの高純度を象徴する純白性に重ねたものとも言う。2018年8月より、 創業100周年に向けたコミュニケーションシンボルとしてウサギのキャラクターであるミッフィーを採用している。同社はカオーと共同でキッチンハイターのメリトリ材を開発した。ありがとうございます。